うちの犬も前飼ってたのは太郎だったよ。太郎？太郎。うん、あれうちの犬も太郎って今一回も出てきてねえんだけどいやそっちはさ子供に太郎ってつけてる。ああそうかそうかうちの犬は太郎だったよってことよ、うん、今後期待される名前としては今年の甲子園で優勝投手となった早実のハンカチ王子こと斎藤佑樹のゆうちゃんだというと何ゆうちゃん何を犬の名前、うん、ゆうちゃん犬の名前に、あそういうとこから出てくるのか。でもすごいよ、だってこの番組のプロデューサーの池田さんの飼ってる犬、しかもアニコムクラブに入ってるらしいんだけど、やっぱチョコだってたからねだからこのランキングで1519頭の中の一人なんだ池田さん。もうあれだ、超恥ずかしくね。なんかさ、1位に選ばれたくないよね、自分の飼ってる犬の名前が。これすげえ恥ずかしいことだと思うよ。確かにそれ恥ずかしいわ。だってすげえ平凡ってことだもん。そうそうそう。同じなの周りと同じ考えてることがさ。そうでしょ。こんなさ、ね、言ったらラジオのさ、うん、ね、TBS ラジオ、うん。今をときめく TBS ラジオですよ。うん、え？それのプロデューサーが一番平凡なの。ちょっと、ちょこちょこ。チョコか。チョコなんて発想、うちも犬飼ってるけど、一切なかったけどね、チョコ。ねえ、ないよね。いや、迷ったのよ。犬とか飼うとさ、うん、テレビとか、なんかね、その犬の話になった時とかに、名前なんですか、はい、とか必ず聞かれるから、ね、なんかその、笑える名前にしようかなとか、うん、迷ったんだけど、やっぱり犬の、やっぱ一生考えるとさ、犬の一生ね。うん、なかなかその、変な、はい面白い名前にできないなと、うん、思って俺普通にしちゃったんだけど、ね、まあね狙った感じもやだしね、その面白い名前をつけてね。そう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 、それもやらしいじゃん。そうそう、だからほんと最初からポチとかにしようと思ったのよ。わかる、ポチいいよ。うん、おうちの犬は、うちはあれよ、今のあれもうチワワですけど、うん、三章ですよ。三章、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 うん、漢字であの三章、三章、山椒ってのはあのうなぎにかける、うなぎかけるやつ、あの美味しいやつえ、なんで山椒にしたの。美味しいからあれあれないとだって食えないし、うなぎとかも、うん、あれあったら比較すんごい上がんない、美味しさが。いや山椒全然上がるよ、ね、だから山椒だよ、だから美味しいから、うん、それちょっと受け狙ってない。受け狙ってないよ、可愛いじゃん山椒って。それ受け狙いだろ。受け狙いじゃないよ、美味しいからだもん。だって山椒が美味しいからだもん。だから美味しい。だって山椒美味しいって言ったっていっぱい美味しいもんあんじゃん。ニンニクだっていいし、ごま油だっていいし。うん、まあでもごま油っておかしいでしょ。自分ちの犬捕まえてごま油。ごま油いいよ。うん、なんかやっぱそこで名前になるようなのってやっぱ山椒。山椒か？どっちだっけ本当の名前は。山椒っていうね、俺はよく山椒ね。うん。で、もうそれがあだ名っぽく山椒になって。なんか山椒か。ああ、うん。サントが。あ、そうなの、うん、かわいいのよ。え、ヤギはだって最近でしょ？うん。もう、ここ1年で買ったよね。なんだ？俺買ったのが、7月？ 7 月。うん。じゃあもう、新しい、なんか、最近の名前じゃないの、うん、その、今年ならではの。俺やっぱ6年前だから、山椒だけどさ。いや、違うんだよ。その名前聞かれた時に、ほんとにどうしていいか分かんない、あれなんだって、名前なんだって。あれ、犬の種類は？俺種類は。ミニチュアピンシャー。うん、今知らねえけど。俺たちってさ、うん、すげえ犬好きじゃん、うん、言っても好き、ね、犬好きだけど犬全く詳しくねえよな知らないもん。違う、雑誌が好きだからな。そう、雑誌を飼ってる人が本当の犬好きだと思う。そうなんだよな、これ俺たちそんな意見合うんだよな。昔からそう言ってたじゃん。な、雑誌飼わなきゃダメよ犬は。なんだよな、絶対そんなあのブランドの犬を飼ってるやつは犬好きじゃねえって。そう、おしゃれとして飼ってるみたいになっちゃうからな、うん、で俺ら今2人とも結構メジャーな犬かしら。俺、チワワとミニチュアピンシャーってのも結構流行ってるらしいんだ。今すごいんだ。ただ俺がそこで一個フォローしたいのは、うん、俺はミニチュアピンシャーをね、うん、ペットショップで買ったわけじゃないってところ。ああ、はいはいはい。いい、俺の犬好きの定義っていうのは、はい、絶対もらうの。わかる。ね、うん、生まれちゃったのよ、何匹か。はいはい、知り合いのとこで、はい。生まれちゃったからもらうっていうのは、本当の犬好きなわけ。わかるよ。たくさん生まれてさ、もう邪魔ってことでしょ？邪魔な犬でしょ？そうそうそう。それをもらってきましたと。別にペットショップ行ってね、この犬は可愛いとか、はいはいはい、そういう意味で飼ってませんから、うん、これは犬好きでいい、認めていいのよ。うん、いいね、うん。うん。ミニチュアピンシャーで、はい、名前はサスケ。サスケ？うん。サスケ？ああ、意外だね、うん。俺がだって小学校ぐらいの時流行ったやつよ、サスケって。漫画でしょ？そう。あれでしょ？そう。猿、なんだっけ？猿飛びサスケでしょ俺、小学校の時の漫画でしょ？そうだよ。あれ、今？来てんの？あの漫画今。違うんだよ。すげえ困ったんだよ。うん、で、すごくその犬を見て、
インスピレーションで行こうって決めたわけ。うん。うん。ちっちゃいんだよ、すごく。はい。だけど、ミニチュアピンシャーって、超ちっちゃいんだけど、うん、ジャンプ力が半端じゃないの。おー。で、そのジャンプしてる姿見て、サスケだと。これはサスケだと。恥ずかしいな。ちょっと平凡じゃないの。いや、だから、ジャンプ見て、これはサスケだって思った。いや、だからまずいんだよ。まずいよ、それ。そう。名前ちょっと、やばいんだよ。サスケでしょ。そう。ちょっと恥ずかしいんだよ。ちょっと恥ずかしいね。なんとも言えない名前だから。何それ、よくそれ、もうなんかないの他に候補が。サスケはちょっと、言いづらいでしょ。サスケいいよ、でも。結構可愛いよ、サスケ。サスケ？かわいくしょ、ね、外で言えないじゃん、外でなんか。ちょっと、だからあんま呼ばない。自分ちの犬の名前が恥ずかしくて言えないって。かわいそうだね、その犬も。すげえ恥ずかしいんだよ。サスケか。意外だね。だけどこれさ、1位チョコ、2位モモ、3位マロンとかさ、うん、これ意外じゃない？なんでチョコが流行ってんのかわかんないんだけど、俺。ね、チョコとかを聞いたことないね。まあ、なんでだって何かでだぜ。だって例えば、当日のゆうちゃんで、ゆうちゃんとかなんか流行んなきゃいけない。チョコで、チョコっつったらお前、チャーリーとチョコレート工場だろぐらいだろ。あれ今年だっけ、去年だよ。あれ去年だっけ。うん。まあまあでもその辺が来てんじゃないの。 DVD も最近出てたんでしょ。だから多分それで。そんなに影響力ある、チャーリーとチョコレート工場。あるでしょ、あれは。そうでしょ。うん。モモはだって。モモってなんだろう。モモってあの果物モモだよね、多分ね。そうだろうか。そういう、例えば、菊池桃子。ああ。菊池桃子って去年どうだった？去年の菊池桃子ってどうだったんだよ。まるっきりだね。何も出てこないな。あ、でもちょこちょこいい奥さんぶり発揮してたな。してたか？いや、いい奥さんぶり発揮してたよ。なんかテレビ出てきて、いい奥さんな、あの、感じで出てたよ。本当に？うん。おー、そうめんの CM だ。そうだよ、そうめんの CM だよ。あれ、いい奥さんぶり出してたな。出してたよ。で、ももだ。そっから来てんのか、もも。もも、マロン。マロンちゃん。この1、2、3位は、去年から1、2、3位だからね。マロンちゃんって何？ 2 年連続なんだ。マロン。マロンね。マロン。まあ、可愛い名前だな。マロンってなんだろう。マロンちゃんって言ったよね。うん。マロンって何？栗？マロン栗。誰？去年とブレイクした。クリームシュー？クリームシチューじゃない？やっぱもう栗だから、もう。栗。マロン？まあ秋ですから。秋？秋。これわかんねえ、これ。なんでマロンなの？なんでこれが流行ってんのかわかんない。花、桜。七、ココ、空、モコ、リン。うん。なんで？まあ難しいね。七はまああるよね。七の映画だからね。ああ。もうそっから来てんだろうね。七。うん。はい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 。そうなんだよ。これ犬の名前ランキングだろ？うん。うん。で、イメージがないもんな。例えばゴリラ。ゴリラランキングが。名前ランキング？ゴリラランキングが出た数だろ？うん。ゴリラランキング。うん。絶対1位ゴリだろ。まあまあ、ダントツだと思うよ。ゴリ。1位ゴリだろ？うん、ゴリね。で、2位は？ 2 位なんだろうなぁ。2位。ゴリラの2位は？ゴリがダントツだよな。まあもう完全だよ。もう8割がゴリじゃない？ 2 位はね、ゴリラの名前の2位は俺ボスだと思う。ボス。まあボスは、まあボスゴリラがまあボスだろうね。なんかボスって感じだよ、ゴリラって。ボス。はいはいはい。2位ボスだろ。うん。3位。3位ボス。ボスゴリラの意味。ゴリラボス。うん。ああ、なんだろうな、これゴリラ。黒。黒とかじゃん。黒？まあ、色もね。ボス、あ、いいね、これ。あ、お前これでちょっと当てろよ。俺が今出すから。俺がランキング3位までやるから、うん、はいはい。ね。例えば1位ゴリ、2位ボス、うんはい、3位黒、うん。これは何の、ランキングでしょう。あ、動物ね。ランキングクイズ俺が出すから。いいね、いいね。だろ、うん、じゃあね、ちょっと待って。それちゃんのランキングが当たってんのね、本当に。そのぐらい。もう1位ゴリラがもう大体、うん。これはもう誰に聞いたって、はい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 ってなるから。うん。はいはい、ね、いいよ。うん、いい？うん。いくよ。はい。そういうの当ての得意だから。じゃあね、はい、1位ね。1位。うん、1位ね。うん。これ、それすげえ難しいな、これ。難しい？ 1 位ね。うん、ね。うん。ダイル。え？ダイル。
ダイル？ダイル。ダイルって。1位ダイル。俺もう言っていい？もう1位でなんとか。何？ワニじゃない？正解。ダイル。クロコダイルのダイルだろ。簡単すぎだろ。簡単だよ、そんなの。簡単すぎな。もうちょっとなんかあるでしょ。ああ、そう？ダイルってつけないと思うよ、多分。じゃあ、いくよ。うん。1位。うん。1位ね。うん。ね、1位ね、うん、エレファン。待って、何これ。1位エレファン。エレファン？ 1 位エレファン。1位で分かっちゃうもんね。まだ分かんないじゃん。1位エレファン。エレファンで分からない俺。1位エレファン。難しいのそんな、うん、エレファン。2位、うん、ノーズ。ノーズね、うんうん、3位、うん、ジャンボ。1位エレファン。なんだろうこれ。ノーズ。3位ジャンボ。もうちょっと自信ないな、うん、いいよ。ゾウかな。正解。くだらんね。でもこれ実際でも違うと思うもんね、やっぱね。だってまあゾウってよく名前あるもんな。よく、うん、そうだよ。ゾウって本当にどうなの。普通に花とか、花子とか。花だよ。そうだな。花子とか、太郎とか、そんな名前ついてるね。そうだよ。エレファントか。ノーズ。ノーズ、ね。難しい。難しい。難しくん。じゃあ俺の問題が、お前ちょっと出してくれよ。俺、やだよ。俺ばっかやってんの。俺も、違う、お前ずるいよ。俺答えるの好きなんだから。なんだろうなぁ、うん。なんでもいいよ。あー、うん、あー、うん、1位ね。うん、1位は何だろうな、うん、ぴょん、ぴょんかな、ぴょん、ぴょん吉？ 1 位ぴょん吉。あ、でもまだどっちかわかんない。まだわからないよ。まだどっちかわかんない。1位ぴょん吉。あ、ぴょん吉。うん。うん。1位ぴょん吉？うん。やべ、当てて。今日当ててよ。何だろうな、ぴょん吉でしょ？うん。